7年ぶりに掘り起こされたタイムカプセルは、熊本地震後に益城町で給湯支援を行っていた ANA の関係者や住民たちが埋めていたものです。当時の給湯支援はおよそ2ヶ月続き、延べ3469人が利用しました。タイムカプセルに収められていたのぼりには、支援に対する感謝の気持ちや笑顔いっぱいの熊本でありますようになど、被災しながらも将来に対する希望の言葉が綴られていました。新しいお家が欲しいは見つけた。もうあのお家は壊れたから全然住めないよって、おじいちゃんおばあちゃんと一緒のお家に住めるような大きいお家を作ろうねっていうふうに話してたからかな。親子は現在、のぼりに書いた通り、新しい家に家族7人で暮らしているということです。